しよう。クリーニング出そうかな。よし。ワンちゃん。じゃあちょっと、あーひどいねここ。じゃあ始めからちょっと黙ってもらっていいですか。はい、ショータイムの勝也です。皆さんこんにちは。はい、やり直し。はい、ショータイムの勝也です。皆さんこんばんは。いや、なんかね、もうちょっとテンション上げたいよね。絶対テンション上がるから。もう、3、2、1最近僕はですね、めちゃめちゃ高額な買い物をしたんですけども、その商品がですね、今朝届いてまだ開けてないので、ちょっと皆さんに紹介するビデオ、つまんない、こっから編集で面白くすんね、皆さんに紹介していこうと思います。じゃあ早速ですけど、せーの、はい。見てください、龍馬のクラブ買っちゃいました。めちゃめちゃこの間清さんの練習場で、清さんと練習場でやった時に打ってめちゃめちゃ良かったんで、ちょっと安くはないクラブなんですけど、こんなクラブには会えないんじゃないかって思って、めっちゃ奮発して、彼女にも迷惑をちょっとかけながら買ったんです。じゃあちょっとこの段ボールから出したいと思います。ちょっと待って、せーの、はい、これです。龍馬ゴルフ、アイアンから3ウッドまで買ってしまいました。本当にあの彼女にはバカじゃないのと言われたんですけど、やっぱねゴルフは男のロマンなんで、好きなことにお金をかけるっていうのはいいことですよね。ちょっと早速中身を取り出していきたいと思います。せーの、
じゃん。はい、ということで梱包を全部取ったので、ちょっと買ったクラブを紹介したいと思います。買ったのがですね、アイアンがサンドウェッジからアプローチ、P から5番までのセットですね。7本セットです。で、7本のセットを購入するとこの龍馬のアイアンカバーがついてくるみたいです。で、あとフェアウェイウッドの5番クリークと、3番のスプーン、この間の打ち比べで使った龍馬のマキシマ、お父さんにお願いしてもらいました。よいしょ、やばくないっすか龍馬5番。顔がこんな感じですね。結構ソールの部分が厚いんで、アドレス安心感あります。で、この龍馬のバッグなんですけど、教師長がプレゼントしてくれました。この龍馬のクラブセットを買いたいなって思った一番の要因の飛びなんですけど、本当にこの龍馬のアイアンすごい飛んで、ちょっとなんでこんな飛ぶんだろうと思ってネットで調べてみたんですけど、この龍馬のアイアンが去年の11月かなに発売された結構新モデルなんですけども、よく最近結構流行ってる飛び系アイアンっていうアイアンみたいで、これ7番なんですけど、普通の僕の このタイトの CB ですね、 CB の7番アイアンとロフト角がちょっと違うみたいで、平均的な7番アイアンってなるとロフト角が34度とかなんですけど、この龍馬のアイアンは29度なんですよ。なので7番より全然立ってるっていうの、一番手半くらい立ってて、あとシャフトが、半インチ長く作られています。これが 36.75 インチに対して、これが 36.75 インチに対して 37.25 0.5 インチ長く作られているですね。なのでやっぱシャフトが長い分ヘッドスピードも上がるのと、あとロフト角が立っているので、普通の7番アイアンより10ヤードから20ヤードいくのかなくらい飛ぶっていうアイアンです。あとこの龍馬のアイアンのメリットとしては、ここのソールの部分ですねがすごく厚くできているので、ミスに寛容というか、ちょっと当たりが悪くてもある程度クラブの力でまっすぐボールを飛ばしてくれるっていう利点があるみたいで、その点こっちの CB だと
よいしょ。厚さが全然違うので操作性はあるけど、なんつうんですかね、ミスショットしたら本当にミスショットになっちゃう。こっちは操作性がちょっと落ちてしまうけど、だいたいどこに当たっても同じような当たりになるっていうことで、かなり優しく作られているみたいです。